ちは。今日は11月21日の土曜日です。八重です。音楽うるさすぎるかな。髪の毛跳ねてるの分かる。今朝決心して、人生は奇跡という、タイトルでオンライン講演会をしたいと思います。講演会っていうね、なんか大それた名前ですけど、なんでわざわざ、まあこれインスタライブなんですけど、なんでわざわざ講演会って呼ぶのかというと、私は今年、多分今年だと思うんだけど、ライフエネルギーコーチングっていうセッションを、受けたことがあって、それは生まれて2回目に受けたセッションだったんですけど、それはオンラインで受けたんですね。でたった20分ぐらいのもんだったんですけど、そこでやりたいことは何かって聞かれて、まあいろいろ答えたりしてたんですけど、それをキネシオロジーっていうので潜在意識をこう見張るんですけど、それじゃないです、それじゃないですとか言われるんですよね。じゃやりたいことはやりたいことなんやけど、なんていうかな、一番やりたいことっていうかな、他にないですかって聞かれてて、で出てきたのが、人生は奇跡っていう講演会をやりたいですって言ったんですよ。なんか顔面が暗くなる。言ったんですよ。じゃあそのセラピストさんにそれですって言われて、でその人生は奇跡っていう講演会で何を伝えたいのかっていうと、まあ、人は生きてるだけで奇跡なんやっていうことを伝えたいって言ったんですよ。でその動画を YouTube で作って YouTube にアップしたことあるんですけど、私は人生は奇跡っていう講演会をやりますっていうことを喉のチャクラを触って3回言ってくださいって言われたんですよ。でその時3回宣言したんですね。多分泣きながら言ったと思うんですけど、それ YouTube の動画にアップしてるんですけど、これまた YouTube にアップするので概要欄に貼っておきますね、その時の動画を。で、まあ、宣言して今年の春かなで、そのまま何やろやる方向に進んでいきますみたいな言われたんですけど、別にそういう行動を私が起こしてたわけでもないし、いつやるんやろうみたいな感じで自分でも思ってたんですけど、まあこのコロナ禍の中で会場を借りて講演会っていうのは自分ではなんかないなって思ってて、でもやっぱりなんかインスタライブでね、伝えたいこととか話したいことっていっぱいあるんですけど、まあその中のうちの一つにこの人生は奇跡っていうタイトルでインスタライブをやりたいっていう気持ちが出てきて、で前もって録画してそれを YouTube にアップするのか、こういう感じでリアルタイムでインスタライブでリアルタイムで話をするのか考えてたんですけど、やっぱりつながった状態で、世界とつながった状態でこの話は喋りたいって思ったのと、あと顔を出すのか出さないのかっていうのもすごい
考えて、でこれは顔を出して喋ろうと思ったんですね。それはやっぱり顔を出した方が人に伝わるって思ったから、人に伝わるって思ったから顔を出して喋ることにしました。はい、でまあちょっとずつそういうことをやりたいって考えてて、で今朝よしやろうって決意できたんですね。決意できたので今やってるんですけど、決意してからもう心臓バク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 して、もうドキドキして怖くて怖くて、もうなんか辛いし、もう倒れるんちゃうかっていうぐらい心臓がドキドキして、それでもやるのって自分に聞いたら答えはやるだったから、だから今やってるんですけど、だからその「人生は奇跡」というタイトルでお話をするっていうことを今日始めました。これが1回目です。でこのシリーズで何度か話をしていきます。で別に台本も用意してないし、その時思ったままを話すんですけど、これは1回目です。これを今見てくれてる人、見てくださってる方、本当にありがとうございます。でまあドキドキしてすごい緊張して、それでもそれでもやるって思って、緊張しててもいいやって、緊張したままでやればいいと思って、これはやらなあかんやつって思ったから、緊張しても失敗しても別に何でもどれも最高って思って始めました。始めれてよかった。1回目始めたから。はい、で喋ったんかな、もう10分ぐらいいったかな。できたらあんまりその1時間とかは長すぎるから、まあ30分以内で終わりたいなと思ってて、それでシリーズで続けていきたいと思います。もう10分ぐらい喋ったかな。で、ゆうさん BGM 大きすぎる？音楽かけてるけど、鼻が出てきたのでなんかすごい顔して喋ってしまうけど泣いて鼻が出てきてしまいました。大丈夫。まあ、人生は奇跡っていうことなんですけど、人生は奇跡っていう、あかな、あ、ゆみつ、なんかね、今大切な人が2人見に来てくれてて、ちょっと涙が出てきて、
何も喋れてないまだ。鼻が泣いて鼻が出てきて鼻すすってばっかりして泣いてもいい、別に喋れなくても失敗してもいい。それでありがとう。ちょっと鼻かんだ方がいいような気がする。まあ、人生は奇跡っていうタイトルをずっと言ってるんですけど、ずっと言ってるっていうか知ってる人しか知らないけど、人生は奇跡っていう言葉がどこから来たかっていう話をしますね。人生は奇跡っていう言葉は、2016年の1月に、まあ、私の母が亡くなったんですね。で、その亡くなった母が教えてくれたことが人生は奇跡っていう言葉なんですけど、それは別に母が人生は奇跡よって言葉で私に言ったんじゃないんです。母の死を通して私が気づいたことです。人生は奇跡っていう言葉が降りてきて、人は生きてるだけで奇跡なんやっていうことを母の死を通して私が気づいたことなんです。母は自分の死を通して生きてるってすごいことなんやよって、生きてるだけで奇跡なんやよって、だから人生は奇跡なんやよって教えてくれたんだって自分が感じたんですね。それで、まあ、その人生は奇跡っていう言葉がいつどんな風に降りてきたかっていうと、話変わりますけど、ゆみちゃんここに飾ってるよ、わかる？クリスマスリース、お守りでここに飾りました、このクリスマスリースね。真ん中に天使が飾ってあるんですけど、それは今見に来てくれてるゆみちゃんがプレゼントしてくれた天使をお守りでここに飾りました。はい。で、人生は奇跡っていう言葉がいつ降りてきたかっていう話ですけど、私は、音楽をして人前で歌い始めて、ギターのゆうさんという人と2人でデュオをして、ありがとう、デュオをして、来月で12年になります。12年ってすごい年月ですよね。で、12年の中で2人のオリジナルソングっていうのはたった1曲しかないんですね。で、このオリジナルソングっていうのは2016年1月に母が亡くなって、で、その後できたものです。歌詞はゆう日本語で書いて、そして作曲してくれました。
で、その日本語の歌詞を私が英語にしました。で、なぜか1番があってサビがあって、2番があってサビがある。で、一番最後にもう一回サビがあるんですよ。サビはどんなんかっていうと、ラー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 っていう風に始まるんですけど、その最後のサビだけが歌詞が入ってなかったんですね。で、私はゆうさんが書いた日本語をパソコンで英語にしながら売ってたんです、その時。で、最後の段階、パソコンで聞いてたんかな。で、最後の段階で音楽があるのに歌詞がないから、あれ歌詞ないやん最後って思ったんですね。そしたら勝手にラー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  Life is a miracle って出てきたんですよ。なんか勝手に降ってきたんですよね。 Life is a miracle っていうのは人生は奇跡っていう意味ですけど、で、勝手にそれが降ってきて、あって思って、歌詞ができたんです、その最後の部分ね。ラー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  Life is a miracle。 ちょっと大事なとこで歌詞を、最後の歌詞を Life is a miracle、 ちょっと大事なとこで今歌詞が出てこないですけれども、その時に人生は奇跡って英語で Life is a miracle って降りてきたから、最後のなかった歌詞がパッて入ったんですね。日本語にすると、あなたに会えたことが、この人生であなたに出会えたことが私にとって最大の喜びみたいなことを書いたと思います。また思い出したらというか確認したらまたお伝えしますね。で、その話をギターのゆうさんにしたら、その曲のタイトルは Life is a miracle、 人生は奇跡という風な曲に決まったんですけど、なんかすごいできすぎてるっていうか、まあその時に、あ、人生は奇跡って母が教えてくれたんやなって思って、人生は奇跡という言葉はそこから来てます。そこからというか、その時降ってきましたし、母が詩を通して私に教えてくれたことなんだなと思っています。で、今 Life is a miracle って言いましたけど、まあ英語の文法的に言うと Life is a miracle なんですよ。 A miracle なんです。 A miracle、 The ではないんですね。 The miracle だったら、で、何のどの奇跡のこと言ってんのっていう感じ。 A miracle だと数あるたくさんある奇跡のうちの一つの奇跡を指してるってことになるんですね。で、そこで私は生きてることが奇跡なわけですよ。みんな生きてるだけで奇跡なんですよ。だからそれは数あるたくさんある奇跡のうちの一つじゃないんです。生きてることが奇跡だから、Life is a miracle じゃなくて Life is the miracle、 Life is the miracle なんですよ。でも英語の文法的にはというか、ネイティブに聞くと大体ほとんどの人が Life is a miracle って言うんですけど、私の言いたいことは、生きてることこそが奇跡って言いたいから、あじゃないんです。
たくさんある奇跡のうちの一つじゃないんです。生きてることは、生きてること自体が奇跡だから、その一つが奇跡だから、こう声が大きくなってきてるけど、だから途中から Life is the miracle に変えました。 The miracle、 もうみんな生きてるだけで奇跡なんです。はい、ということで、あの人生は奇跡っていうタイトル、なんでこのタイトルであの話をしたいのかっていうことと、オリジナルソング、唯一のオリジナルソング、 Life is the miracle の話をさせてもらいました。もう多分もうすぐ30分ぐらいになると思うんですけど、あのだいたい30分ぐらい以内に、ありがとうゆめちゃん、ありがとう。あんまり1時間とかやってもね、自分が1時間ぐらいやってる人の見るの、結構もう1時間もかかるんだったらちょっと今見れないとかってなっちゃうんで、まあ30分以内には終わりたいなと思ってます。はい、はい、だからそういうお話ししましてね、そう、なんでわざわざあの講演会と呼んでるのかっていう理由もお話ししましたし、ただインスタライブで話してるだけなんですけど、講演会と呼んでる理由は最初にお話しした通りです。で、人生は奇跡という言葉はどこから来たのかっていうことを今日はお話しさせてもらいました。はい、そうですね、初め1回目としてはまあ言いたいことは言えたかなって思います。講演会っていうとね、なんか会場を借りてたくさんの人を前にして壇上に上がってなんかこう話すっていうのが講演会なんですけど、私はそのライフエネルギーコーチングっていうセッションで、まあそういう風な、ことを宣言して、あのオンラインでもこうやって気軽にあのやろうって伝えていこうって思ったんで、あの講演会と呼ぶにはちょっとね、あのインスタライブしてるだけやんってなると思うんですけど、講演会と呼ぶ理由はそこにあります。で、これから人生は奇跡っていうタイトルであのお話ししたいことをしていきたいと思います。はい、そんな感じで、1回目が終わりました。ね、あの大切な人が2人、リアルタイムで見に来てくれました。それでちょっとなんか感極まって泣いてしまって、あのすごい変な泣き顔が、インターネットに公開されてしまいますけれども、まあ恥ずかしいですけど、もう別にいいです、それでもね。はい、はい、よかったです。もうあのどうなることかと思ったんで、もう心臓がバク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 して、もうほんまに胃が痛くなりそうになってきて、心臓が口から飛び出そうっていう表現、久しぶりにそんなことを感じて、でも今は別に大丈夫だから、すごいやるとき怖かったし、最初の方もすごい緊張してたけど、もう今は大丈夫。でやりたかったことを今日できて本当に良かったです。はい、じゃあそろそろ1回目を終わりたいと思います。ゆうさん、ゆみちゃん、見守ってくれてありがとうございます。よかった、体に悪いぐらい緊張したけど1回目やって本当によかった。はい、じゃあ最後に、せっかくなんで、ハートありがとう。最後にせっかくなので、宣伝させてもらいます。あの12月19日に
今さっき話したギターのゆうさんと2人でもう12年間、デュオをやっています。その2人で、12周年記念でオンラインライブを Facebook ページから行います。まあコロナとかでね何もできなかったし、まあコロナがなくても私たちはあんまりライブとかはやらないんですけど、この12周年に今年1回だけオンラインで12周年記念を、初めてやってみたいと思いますので、もし土日とかはねまあいろいろ忙しいと思いますけど、もしリアルタイムで覗けそうな方は覗きに来てください。あとアーカイブも残すので、まあ後からでもよかったら見に来てください。12月19日の3時からやる予定です。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ見てくれたゆいさん、ゆみちゃん、ありがとう。じゃあね、バイバイ、バイバイ、切るよ、バイバイ。